今回は長戸路町園です。壮大な岩畳荒川上流の渓谷としても有名な観光名所でもある、えー、長瀞なんですけれども、まあ、そういう観光的な、ねえー、面、まあ、これが一番の、えー、長瀞のだいご味ではあるとは思います基本的にはこの山あいに、えー、囲まれた、まあ、荒川沿いの、えー、町という形です それぞれ沿いに国道140号と県道82号が、えー、通っているという、まあ、それを沿うようにです、ねえー、通っているという形になります。そして、えーまあえー、山間部は県道13号がです、ねえー、通っているという形になります。それが野上の周辺。で町役場があるのが野上の方で、えーまあ、駅として大きいのは南の長鳥という形になります。 長瀞の駅前からは、歩道山にね、えー、行ける、まあ、ロープウェイがあったりだとかして、えー山、山は観光名所になっております。長瀞町の地名として、えー、井戸、岩田、中野上、えー、長瀞、えー、野上下郷、夫ー本野上、柳瀬、えー、この辺りになります。 もともと栄えていたのは野上の方、えー、という形になるんですけれども、まあ、かつてのね、国道145沿いの宿場です、ねえー、があったところではあります。でえーまあ、長瀞から、えー、上長瀞にかけてカヌビレッジがあったり、えー、自然博物館、そして桜も、ねえー、有名だったりします。 で、山あいはです、ねえー、トンネルでナの寄りを結ぶ有料道路があるという形になります。ということで長戸の町を紹介していきます。人口は6600人と、えー、埼玉県の中でもかなり少ないんですけれども観光的な意味で、ね、有名なので地名,だけの、えー、地名度はですね、えー、大きいかなと思います。秩父地方に属し、秩父盆地の北端に位置します。 接するのは、三郷より、え、みなの本城、北に不動産、神さんえ、南西に保土んと、山々に囲まれた町の中央に荒川が南北に流れており、え、渓谷となっていて、その間に沿って県道、国道が走っているという形になります。もともとですね、野上という村でした。え、長らくですね、野上村、野上町としてあったんですけれども、え、樋口村、 えー、白鳥村、えー、これを合併いたしまして、1972年にですね、えー、長瀞町へ改称しております。その長瀞町に改称して、えー、そのまま現在に至るという形です。もともと観光がですね主,に産業主な産業としてずっと、えー、ありまして、 えまあ東京から近いということもありまして200万300、260万人ほどのえ観光客、そして外国人にも人気が高いえスポットとなっているということです。工業的な意味でも、岩田工業団地などがあります。で商業はえー藤間ト・コメリーえーこの辺りがあります。地域としては保健センター、交流支援センター、地方公民館。 で中学校は唯一長瀞中学校、えー、県の公共施設として、えー、県立自然博物館、元気プラザ、えー、総合射撃場、えー、この辺りがあります、まあ、ナショナルトレーニングセンターの競技別強化拠点に、えー、指定されているところになります交通面、国道140号が主な道路、えー、県道13号、82号が中心となります そして、えー、ロープウェイも、ねえー、走っていた一部鉄道が、えー、駅としてはですね樋、えー、口の駅も含みますので、えー、4駅あります長瀞渓谷をはじめとする数々の観光名所を有しております国の名所及び天然記念物となっておりまして岩畳、えー、ライン下り、えー、ラフティングカヤックこの辺りが、えー、り有名という形になります その他自然の博物館では展示物の化石が国の天然記念物、郷土資料館もあります。そして神社としても、歩道山神社があったりだとか、日本酒が有名だったりすると、そして桜も有名だという、やはり観光的な、ねえー、意味合いで有名だという形になります。まあ道路 関越自動車道ですね、花園インターからですね、国道145で、えーまあ、車でも来やすい部分では、えー、あると、そこがやはりでかいかなという形になりますね。ということで、えー、地図を紹介していきます。山に、まあ、囲まれた、えー、町という形で、もともとは野上が中心という形だったんですけれども、 まあ、長瀞の名前自体が結構ですね、昭和辺りになってからできたという形で、まあ、神社とか観光名所とかで有名になってきた部分ではあるという形ですね。もともと、えーまあ、現在もそうですけど、町役場は野上の周辺にあります。樋口村の辺りも合併がありまして、えー 名称も解消し、長瀞町になり、現在に至るという形です。えー、国道と県道が走り、はい、荒川沿いに沿った形にで、道が、ね、あると。その他観光名所なんかも、えー、現在はできて、えー、渓谷なんかでは、えーねカ、カヌーとかですね。 この辺りの、えー、ライン下りが有名になっているという形です。それでは現在の地図です。駅からですね、保土山のですね表参道みたいな形で道ができていると、そこから駅につ,、えー、つながっていくという形で,で、少し行くと、まあ、ちょっとね、えー、観光的な焦点がありまして、ライン下りのところですね、荒川に行けるようになっております。 まあ全体的には山に囲まれた、えー、地域、荒川沿いの地域という形になります。県立自然博物館が上長泥にかけてあるという形になります。まあ、この辺りにかけて観光的な、ね、商店があったりだとかしますね。まあ、その辺沿いに、えー、国道140号、えー、県道82号、この辺りが通っております。 えー、少し南側もね、えー、一旦これ、国土140号は、えー、親花橋で荒川を渡るという形になります。そして港、みの、ミナノの方にね、つ、え、な、ー、がっていくという形です。もともと栄えていたのは、北の、えー、野上の地域になります。野上の地域は、やはりですね、えー、町役場がある程度で、まあ、駅はそこまでっていう形になりますね。 まあ、通り道という形で、まあ、県道がいくつかですね、えー、あるという形です。13号が、まあ、中野上から、おったんになっております。そして287号、まあ、各峠越えの道が、え、ここから、えー、出ているという形になります。まあ、えー、こっちのですね、えー、山あはみなのの、えー、町になります。 そして北側は岩田や柳瀬、野上下も号がある樋口の地域、まあ、かつては村だった地域になります。はいまあ、全体的にはです、ね、荒川沿いの山がちな地域に少し街、ね、が広がっているという形になります。人口は少ないですが、観光的な意味では、ね、非常に名所だという長瀞町を紹介しました。